始まる。白石、牛乳消費拡大についてはね、年末年始、春休み、ゴールデンウィークにはね、牛乳が余りやすいちこって国民しいね、そがーし協力もうたった、マスメディア関係者んしがしっくりあった国家消費拡大につながった。白石、今6月がね、牛乳月間やって、Jミルクと一緒になっせ、牛乳でスマイルプロジェクトっち、新しく立ち上げるこしたと。もう言っといてね、白石。牛乳でスマイルプロジェクトやってね。スマイルプリキュアもね、今日も元気にウルトラハッピーチ言うとったが、白石。このプロジェクトはね、企業、自治体、官民のいろんな市が、今共通のロゴマークん元でね、独自やったい、連携したい、しっせ牛乳消費拡大にね、取り組んでいくのよ。カメラを引かんと見えんが、わっぜかずの企業団体員新コンプロジェクトに参加してもらっせ、一緒に盛り上げていきたいし、強かったよ。白石、返事をせんか。白石、うったくっと。最後に白石、もう一コンプロジェクト名言ってめ。幸せゲットだよちや。大がキュアピーチにセリフを言えち言うたか白石。牛乳でスマイルプロジェクト。しっかり覚えっせえ、帰れよ。ほいじゃおいか、以上。